倉原これよしは、日本の映画監督。文芸評論家、倉原これとは、いとこ王子、映画監督、倉原これ次は、実定にあたる。父親は、鈴木商店の冒険会社、久商会の農業技師で、ボルネオ島のサラワク王国クチン市のゴム園で、働いている時、当地で出生。小学時に、日本に戻り東京の田園長不小学校に入学。小学四年の時。 兵庫県神戸市に移り、三影第三小学校に転校。関西学院中等部修了後、海軍特別幹部練習生となる。入隊して、広島県鴨群大原村で、陸戦訓練中に、広島原爆を目撃。戦後福音市、家族の疎開先、徳島県天群川上村で、農作業をした後、日本大学三島いに入学。 後日本大学芸術学部映画化に進んだ。大学在学中に、本大志郎の紹介で、山本果次郎の家に書生として住み込む。1952年、大学卒業と同時に、小畜京都撮影所に入社し、助監督を務める。1954年、日活の制作再開で同社に移り、滝沢英介、中平康志、鈴木清順らの助監督を務める。 1957年、石原裕二郎主演の俺は待ってるぜで監督デビュー。大胆なカメラアングルとカメラワークで注目を浴びる。以後、石原裕二郎、浅岡玲子の主演作を数多く撮る。また河野のりの短編、強熱のデュエットを映画化した1960年の作品、強熱の季節は日本ヌーベルバーグとして注目された。なお、強熱の季節は、 クラハラの他の4作品とともに、アメリカのクライテリオンコレクションより DVD 化されている。1967年フリーとなる。以降、石原プロモーションの栄光への5000キロをはじめ、北狐物語、青春の門、海へ、cu などの大作、話題作を次々と送り出す。特に1983年に公開された。 南極物語は、配給59億円の大ヒットを記録し、1997年に、もののけ姫に抜かれるまで、日本国内における、日本映画の配給収入歴第1位だった。蒸気作品や、日は、沈み日は昇るなど、長期ロケ、海外ロケを構えた作品が非常に多い。1991年史上保証、1997年君四等、曲日小受賞受賞。 2002年12月28日、肺炎のため、神奈川県横浜市金沢区の病院で死去、75歳を打2003年2月19日に、お別れの会が行われた。おもんみしめせおもんみあきら。おもんみあかつき、これよし。おもんみもん、おもんみに。くらはらこれもとこれ方。いく。これひろ。これと。しう。おもんみのぼる。 松代、ありがとうございます。